回してもらえばいいことじゃん。他の人に回してもらうってことじゃん。違う？予告なまでに仕事だよ。 キラー軍団はよ、スーパープレイヤーがいればこんな盤面にして。
これでまあこれで落とすのはどうしようもない野良くんなんだけど、いらねえだろここ使わなくて。この真ん中を使う必要がねえだろ。こんな盤面で救助してんだよな、もうよ。マジで呆れるよな。なんでこんな能力しかねえんだよ、毎度毎度よ。マジでなんでよ。頭がもう本当にぶっ飛んでるプレイの連発で、綺麗なプレイじゃない。やることはもう、てったらやつのプレイ。マジで信じらんねえよな、ナンバーワンプレイヤーだって。意味かなってないプレイ。このざまだぜ。本当にこれもう能力ねえよな。キラーがいても電気回し続ける。これと違って、この能力ねえよな。こういう風にキャンプやってるキラーなのに何の役に立つんだよ。発電機触ってろよ、役立たずばよ。いやもう具合が悪くなってくるよ、まともなメンバーがいねえんだから。いいよもう3だよ。ダメだなこいつはよ。撃ってろよ。ほんと全然センスねえよな。テーブルモード使うな、モレルで十分なプレイじゃん。顔のあれ見たら俺マジでテーブルモードクラスだね。本当に芸術の塊、芸術の美しさ。使ってるプレイがマジでドイキ。救助に行くな、発電機回せ、捨てろ。それも分からなかったらただの三流だ。救助に行くな。見えてるならこっち来れるならこっち来いよ。こうだろ、俺のスーパーチェイスで俺でしかゲームが成り立ってないんだよ。このパターンが一番負けパターンだろ。どこにもいねえのが正解なよ。俺が全部やってんの、全部1から10まで。このようなこんなスーパービッグプレイでチャンスを演出してんの、神プレイヤーって。あきれんもで水女に抱っこ。履き違えてんだよ。脱出できねえだろうよ。格が違うだろう、ナンバーワンプレイヤーって。チェイスもして回させ、5代目を自分で回す。これこれヒーローちゃんデルマラスーパースポスターナンバープレイヤー。格が違うだろ。世界最高のプレイってこういうの方なんだよ。このゲームって何なんだよって。救助するゲームじゃねえだろ、こんなトンネルしてるようなやつを。70秒の時間をうまく使わず、強引なイノシシのようなプレイ。インテリジェンスも感じない動物みたいなプレイ。それで、ほら見たか、一人はもう、ゲームに入ってなきゃいけないだろう。もう、このメンバーが無理に決まってんじゃん。周り見えねえイノシシみたいなプレイ。救助合戦して発電機を回す人がいるけど、自重して
トンネルしてるキラーに対してキャンプしてるキラーに対して誘導を何回もする、時間も使わない、効率よく。俺のチェイスの場所は綺麗で時間稼げる場所を作って4代目を回しにかか回させた、3代目4代目って視野に入れられるようなチェイスを行って5代目まで視野に入れられるような美しいチェイスしたのに、その場所選びが遠引きすぎて、その後俺が捕まってからあの大失態の連発だろ。マジでさ、君たちは僕のお金で勝ってんの。周りを見ない人ってすげえんだよ。自分救助がメインじゃねえの、発電機が、ま、回すのがメインなの。回すためにどうすりゃいいんじゃん。発電機触る人がいなきゃいけないじゃん。いねえじゃん誰もよ。なんで助け出された人はこっち来て発電機回さねえんだよ。こっち来て回さねえで、うちらの力とかやってんだよ。なんで何回もあのキラーが接近しても発電機回す、キラーがそこにいてもいきなり無理給するとかって論外いいんだよ。まずよ、あの盤面でなんでいいんだよ。離れればいいだろ、まず離れて発電機回してればいいだろ。まず俺の時間を使ってキャンプトンネル傾向があるならやりゃいいだろうよ。なんでやらねえんだよ。誰一人って。なんであんなに早いんだよ。釣りがよ。釣るのが早くて、発電機回す時間作れないんだよ。意味わかんないんだよ、もうこっちはね。意味かなってない行動の連発で。俺が途中、チェイスをして時間を稼いでたことが、だから、よっぽど大きいんだよ。だから、よっぽどそういうプレイをしてたから、よっぽどあれなんだよ、鹿釣りも回避しながらやった。よっぽど俺はすごいんだって話なんだよ。そしたら俺がチェイスあれなんて途端に崩壊でしょ。ね、私のことをね、その上手くないっていう人は目がついてないと思うね。動画見たらわかるね。これもう誰が見てもトーリーを使ってるやつだけチェイスはするわ、5代目のところを冷静にもう試合分析しながら1人だけ違う位置に入ってるわ。でゲートの方にも1人だけ入ってて、3人はもうもはやもう目が、まあ、周りが見えてねえなっていうのに1人だけ周りが見えてるやつがいた。明確にこういうのを見てんだね。デドバ球団がありました。デドバドラフトあったら誰取るんだ。ドラフト1位で、あ、トーリー権威使ってるやつ絶対に。チェイスが綺麗ね、チェイスで。発電機の妨害があまりない。で、アメクロまでにこいつが捕まった途端に、チームガッタガタの崩壊。そこを理解して、チーム状況を理解して、発電機を回す係がいなかったら、発電機を回す方にシフトして、チームのこういう崩壊を防いで、しっかり勝ちに導いたって。行ってみたいぐらいの、トーリー権威がどういう感じになってたか、僕でした。こんな3人で5台回すのが辛いって思わなかったって。あったのか。やっぱり、ピーロちゃん周りが見えてない。ということで言うと。救助してどうすんの